京都には禅の考え方で、はい、悟りの丸窓と、はい、迷いの四角窓っていうお部屋がございまして、はい、でその人は、悩んだり苦しんだりしてる時とか、はい、心が病んでいる時っていうのはやはり四角っていうか核のもので、はい、なんか世の中を見てると言われているんですね、はい、うん、なんですけれどもこう宇宙とつながっている、まあ、地球も丸なんですけれども、うん、そういう円の波動っていうのはすごく心が安らいでいる時というんですかね、そういうふうな禅の教えがありまして、はい、うん、なんか本当に私も10代20代はもう競争の中でやって、はい、音楽をやってきたので、はい、その時はすごくその四角の波動でやってきたと思うんですね、はい、うん、なんですけど今やっぱりもう40代になりましたので、はい、すごくその円のものっていうのをインテリアにも、はい、取り入れようと思ってテーマにしてまして、多様式のやはりマントルピースがあって、はい、そこの上にあの円があってシャンデリアを映すっていう様式があるんですけども、はい、その時できるだけ大きい四角のミラーの方がシャンデリアが映って綺麗というふうに勧められたんですけれども、はい、やはりその丸窓というのを意識しまして、はい、あの四角が悪いということじゃないんですけども、ここはやはりカウンセリングルームでもあるので、その悩みを持ってらっしゃる方、はい、丸いものを見て少しでも心が和らいでくださればと思いまして、ウエストハウスさんのも、はい、あのここが曲線になってるものっていうので、はい、見てちょっとオーダーをさせていただいて、あ、そういう経緯が終わりになったんですね、はいはい、でここの椅子とかも、はい、全てこうロココのものとやっぱ猫足といって、椅子の足も全部こうね、はい、あの円になってますよね、なのでそのまっすぐっていう、こうモダンな家具もいいんですけれども、はい、私がやっぱりウエストハウスさんの家具を選んだのはそれも理由にあります、はい、あ、そうですね、そういうことが背景にこう、はい、私どもの家具をお選びいただいたいな、はいはい、やはりあのさっき音に波形とか波動があるという話をしたんですけれども、はい、家具にもあの波動があると思っていまして、あの近藤麻理恵さんの、はい、こんまりのあの、ときめく心がときめく片付けの魔法っていう本がベストセラーになって、今もう全米でもね、あの影響を与えた日本人に選ばれるぐらいすごく賞を受賞されたりしてるんですけれども、はい、あのその本ではそのまあ、お片付けの本なんですけどね、はい、あの物にやっぱりこう触った時に心がときめくかどうかで選ぶっていう、実用性よりもときめきで選ぶと人生そのものが変わるっていうのを言ってる本で、はい、私それを見た時にすごく片付けが苦手で、はい、整理整頓が嫌いだったんですけれども、はい、すごく好きになったんですよ、お掃除が、はい、だからそういうその物にときめくっていうふうにあんまり考えたことがなくて、はい、まあ、単純にこう好き嫌いとか似合う似合わないとか、その必要必要じゃないで選んでたんですね、安い高いとか、はい、でもやっぱり今回サロンを作るにあたって、やっぱりその生徒さんたちとの、はい、その人生が本当にこうカウンセリングで変わるとか、アープによって変わるっていう空間にしたいなと思って、はい、そういう時にこうどういう波動を持ったものをこう置くと、はい、そこからこう空間にいい気が、ね、はい、出てくるのかなっていうのを、はい、すごくその家具を選ぶ時に、はい、あの一番大切にしたポイントです。あ、手作りで作られておりまして、はい、あ、全部手作りなんですか。そうなんです。彫刻ですとか、はい、色を仕上げるこの塗装っていうのはもう全て、あの彫刻でいうとこの彫刻の職人が、あの作られた設計図をもとに型を起こして、それからこう全てそれに沿って彫り込んでいくんですけれども、最後はあのその彫刻を彫るあの職人の、まあ、気持ちといいますか、あのいいものを作りたいっていう気持ちが、あのこの家具、この木材に息が吹き込まれるっていう気持ちで、はい、あの現地のインドネシアの工場のスタッフは作ってると。素晴らしいですよね。これもだから全部ね、うん、一つ一つオーダーで、はい、ウエストハウスさんに頼んだら、はい、ちゃんとこう設計図とかね、はい、あの引いたデザインの長さとかも全部書いてあるやつを送ってきてくださって、はい、これでいいですかってことでね、一つ一つこう、はい、お家の寸法に合わせて、はい、作ってくださって、お色も全部こうね、はいはい、あの、はい、オーナーさんの好きなお色とかに全部してくださるということで、はいはい、私もなんかね、そのそういうこう作り手の思いって今おっしゃったんですけれども、それがすっごく、はい、あの感じるですね、はい、でハープも一台一台手作りなんですよ。あ、そうなんですね、はい、なので楽器もやっぱりその
作った職人さんによって音色が全然違うんです。もう楽器というのは、はい、特に弦楽器ってすごくこう繊細なあのアジャストがあるんじゃないかなって、はい、素人から見ても感じますけれど、すごく面白いのが同じ、ね、お値段で、はい、同じお色で同じサイズ寸法であっても、はい、作った人によってちょっと違うんですよ、はい、あ、そうなんですか、はい、本当にその、はい、その人のこのエネルギーとか波動みたいなものが、そうなんです、音色がね違うんですね。やっぱりね、その作り手の性格が出ると思っていて、ね、強い性格の職人さんが作ると強い音色になっていって、はい、優しい性格の職人さんが作ると優しい音色になってくる、それがねすごく面白いですね。そうなんですね、はい、それってそのオーダーする立場 の、 その顧客の立場として、その作る手をかける職人さんはこの人に作ってほしいとか、そういうことでリクエストはできるんですか？あ、でもあのすることもありますね。あ、やっぱりこの、 あの音色が好きだから、はい、これを作った人と同じ人に作ってとか、はい、ね、そういうふうなこととか、うん、こういう、あの、あとはその職人さんをちょっと指定することはなかなか難しいんですけども、はい、例えばハープってイタリアとか、はい、あのそういうアメリカとかね、はい、あのフランスで作られているので、はい、指定がなかなかお顔が見えないんですけれども、はい、自分のイメージをすごく伝えるんですよ最初に、ね、はい、それでこのイメージをあのこうちゃんと、ね、あの分かってくださる方に作ってほしいというような願いはすごくしますね、そのスペシャルオーダーの場合は。あ、そうなんですね、はい、自分はこういう音色を目指しているのでとか、はい、例えばその音量とかよりも、はい、あのこう音色のこう澄んだ清らかさとかそういうものを目指していますだったりとか、はい、うん、なんかこう濃いお色よりも薄いお色というんですかね、をあの望んでますみたいな感じで言うと、やっぱり色にも音色で否定し、あの比例するですね、はい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 、そっから家具とかもすごく思うのは、はい、例えばベルサイユ宮殿とかは赤とゴールドとかっていうのが主流で、はい、そのやっぱり王族の権威ですとか、はい、そういうお金持ちだよとかっていうことをやっぱりそのすごく象徴する強いお色、はい、で心理学ではやっぱり赤とかその黄色系のものっていうのはあの信号の色なので、はい、人の注意を引く色としてすごくやっぱり強いエネルギーを持った色になるんですね、はいはいはい、なんですけれどもやっぱり私が選んでいるそのグレー系とかホワイトとかシルバーとか、はい、そういうラベンダーとか淡いお色っていうのは、はい、あの強さがあんまりないんですね、うん、だ色にも波長がありますので、うん、光によって変わる波が色として見えているので、はい、やっぱりその何て言うんですかね、紫外線とか紫って書くものはすごくこうキメが細かい揺らぎでしたりとか、はい、赤外線っていうのはやっぱりその強い、強いですね、はい、はい、っていうふうに、はい、あの色彩心理学っていうのがありまして、はい、やっぱり家具を選ぶ時って色がすごく大事だと思うんですけれども、はい、単純にその何色が好きかっていうよりもその色が持つあの性格っていうのがあるんですよね。あ、うん、例えばマリアントワネット王妃に、はい、がハープを弾いていたので、はい、そのマリアントワネット王妃にちなんで作られたお家なんですけれども、はい、マリアントワネットは一番ブルーのお色を好んだんですね、はい、ですごく淡いグレーに近いようなブルーなんですけれども、はい、ブルーは、すごくこう、まあ、内向的でなんかマイワールドがある人というんですかね、うん、あのこう外にあんまり自分をこう発信していくよりも自分の中の世界観を大事にしたい人とか、はい、そういうふうな性格があるんです、はい、で紫は癒しとか、はい、それからその平和のために戦うっていうような、はい、癒しなんですけれどもそれを守るために、はい、こう何ですかね、外に発信していくっていう、ブルーの人は内側なんですけれども、はい、ラベンダーの人は外側に社交的っていうんですかね、はい、発信していくみたいな、はい、まあ私が例えばその経営者だったり、はい、演奏家だったりか、あの、まあ、テレビタレントとかね、はい、そういうのさせたりやっぱその外に発信するお仕事なんですけれども、はいはい、そういう私のパーソナルカラーのラベンダーっていうのはそういう性格があったり、そうなんですね、はい、本当にみやびさんもそのものを体現した、はい、もうそれを表した色なんですね、はいはい、なので私実は杉山さんのパーソナルカラーっていうのは実はこれかなと思ってるのがあって、あの合ってるかどうかわからないです、自分の、あの感覚なんですけれども、はいはい、結構グリーンとかかなと思っていて、
はどういうイメージ、はい、緑は、はい、平和とか協調性の色なんですね、はい、やっぱり四つ葉のクローバーですとか、はい、何かこう地球とかですね、その緑とか、はい、そういう、まあ、植物とかそういったものの色でして、はい、どのパーソナルカラーの人ともうまくやれるんですよ、はい、あ、そうなんですね、はい、紫はちょっとストイックなんですよね。あ、うん、そうなんですか、はい、黄色とか紫とかではストイックなんです、はい、もう自分 の、 好き嫌い発揮してるんですけども、緑の方は自分の苦手な人であっても、はい、あ、でもこの人もこういういいところがあるよねとか、はいはい、こういいところを見つけて自分との共通点を探して仲良くするとか、はい、こっちとこっちの人が喧嘩してたら仲裁するっていうんですかね、はい、まあこう仲良くやるわみたいな感じで、すごくムードメーカーといいますか。あ、そうなんですか、はい、すごくいいカラーになります。あ、そうなんですね、はい、いやちょっと驚きっていうか自分のそのパーソナルカラーっていうのを考えたこともなかったので、はい、今初めてこの新たな自分を発見できたような、はい、気がします、はいはい、ね、だからそういう自分のパーソナルカラーとかを知って、はいはい、なんかその自分の色を結構身につけると、はい、結構自分らしく生きられるとか心理学で言われていたりとか。あ、そうなんですね、はい、じゃあちょっとこうね、なんか身につけるものとかちょっとした選ぶものでも少しこう緑を、はい、取り入れてみようと、はい、例えばその家の中にこう緑を置くとか、はい、そういう、はい、あ、そうですね、ところでも、あ、そうですね、観葉植物パーソナルカラー、はい、もちろんそうですね、というとこと合わさる部分、はい、重なり合う部分っていうのはあるんですか、はい、もう緑っていうのはまさに自然界の色なので、はい、観葉植物とか、はい、そういったものを置かれるの素敵だと思います。あ、そうなんですね、はい、あ、ありがとうございます、ちょっと緑は好きな、そうですね、やっぱ自然ところにいるのはすごい好きではありますね、はい、私どもの家具を作る工場があるインドネシアもすごく緑がたくさんある場所に工場を構えているので、はいはい、毎日こう緑と海に囲まれたところにいつもの定宿といいますか、はい、泊まるのホテルがあるんですけれども、はいはい、もうそこにいると本当に緑とあとブルーの青の海が目の前に広がって、はい、あ、エメラルドグリーン素敵ですね、はいはい、でそこにいると自分らしい、うん、自分らしさをこう少しこう取り戻してるなって感じることが、うんうんうん、もう今はどうしてもこのご時世なのでいけないんですけど、はい、そう感じることが、はい、インドネシアにはありました、はい、そうですよね、やっぱり自分がくつろげる、はい、やっぱりそのカラーとかデザインっていうのあるのすごくやっぱり大事でして、はい、例えば私の母は、はい、赤がすごく好きなんですね、はい、で母親もハープ奏者なので、はい、まあ、私の師匠でもあるんですけれども、はい、やっぱり赤だとそのステージとかで目立つので赤いドレスとかで着ると勝てるよみたいなやっぱジンクスとかがあるんですけれども、はい、闘牛士とかね、赤がすごくやっぱりエキサイティングな色になるので、芸術を表現するのに赤っていうのはすごくなんかね、母はすごくいいっていうかエキサイトできるって言ってるんですけども、なんかその影響で私一人暮らしを始めた時に気がついたらソファーとかも赤で、はい、なんか持ち物が結構ほとんどそのインテリアが赤だったんです。あ、そうなんですね、はい、カーテンも黒でとか、はいはい、それでしばらくその時は分からなくて、心理学を始めて、はい、もう何年もそのお家に住んでてから、あれ、これ母の影響だ、このインテリア、なんか私が選んだつもりだったけど、はいはい、母の影響だっていうふうに、まあ、カウンセラーの先生に言われて、はいはい、でその人の中にはこうリトル母っていうのがあるって言われてるんですね、はい、でそれはインナーチャイルドとか友達の心理学で言ったりもするんですけども、はいはいはい、お母さんがそこに実際いない、ショッピングの場にはいないんだけど、はい、自分の脳内に、あ、お母さんだったらこの色を選ぶだろうなとか、はい、この色を選んだらお母さん怒るだろうなとか、似合わないって言われるだろうなみたいなのが、はい、まあ、必ずその作動してきちゃうというか、はい、それをそのリトル母とかリトル父とか、はい、リトル兄弟みたいなことで呼んでいて、まあ、ちっちゃい自分の中に取り込んだお母さんの思考ということなんですけども、はい、なのでそれの存在を知らなかったので、はい、心理学で学んでから、はい、ものすごくそのインテリアを選ぶときに、はい、本当に自分の本心で選びたいものなのか、はい、周りの人に影響を受けて選んでるものなのかっていうのを、はい、すっごく考えるというか、はい、そういうワークをやりましたね。そうなんですね、はい、人間ってそうですよね、このまず直感的にこれが素敵っていう、はい、これがいいなって思う、はい、
った後に、はい、その後にやっぱり人間って思考が入ってくるので、はい、その思考が、はい、その自分たち の, その第六感的なその直感っていうものをこう覆い隠しちゃうと、はいはい、もうあの本来の自分の姿からはちょっとこう、はい、あの外れた方向に行ってしまう。 そうなんですね。それがすごくやっぱ面白いですよね、はい、自分のことは自分でわからないんですけども、はい、例えば生徒さんとか見てると、はい、もう直感でわこのハーブが欲しいっておっしゃったんだけど、はい、やっぱりお家に帰って家族からいやこっちの方がいいよとか、はい、お友達からあっちの方がいいよとかって言われて、次にレッスンに来た時は違うのにしますとかね、はい、おっしゃる方はすごく多くてですね、はい、やっぱりね買った後に後悔されている方が多いですね、そういうふうになると、はい、やっぱり最初の直感結構大事なのかなとは思いますね。これ人間 の, その何か大切なこととか、まあ、大きなことや小さなことでもこの決断をするときにすごくこう悩むというか立ちはだかる、そうですね、あのことかなっていつも思って、はいはい、何かちょっとしたことでこうスタートしようと思ってもその後に思考が働いて、はい、やっぱり、はい、やらなかった。で少し時が経ってあやっぱりあの時にこれをやっておけばよかったとか。そうですね、いつもぐるぐるしますよね、はい、なのであの私脳科学者の先生ともちょっと音の研究をしてるんですけれども、はい、その脳科学でも頭の考えっていうのは全て人から入れられた考えって言われてまして、そしてあの心っていうのは自分自身のものと言われてるんですね、はい、で心の直感と言いますか、はい、ただ人は直感だけでは生きていけなくて、やはり頭で考えて環境だったり社会に適合して生きているんですけれども、はい、頭はやっぱり何々しなければいけないっていうふうに思っていて、はい、心は何々したいとか、はい、あのしたくないとかすごくシンプルなんですよね、はい、イエスノーって出てるというか、はい、だからあまりこう長いセンテンスでああでもないこうでもない悩んでる時はあの私はこう瞑想っていうのをやるんですね、はい、あのマインドフルネスって言われてまして、結構 Google 社とか、はい、そういう大手企業でも社員研修取り入れてるんですけれども、はい、やっぱりその頭の考えを一旦外して、うん、あの世間体とか人の言うことは一旦まあありがたいんですけれども外しておいて自分の本音はどうなのかってい う, こう心を聞くワークっていうのがあって、うん、はい、それがやっぱりハープを演奏するときに私が一番心がけていることで、はい、結構こう親指がもうちょっとこう高くないととか、うん、あの次の音はドミソでとか、はい、ここはこういうふうに弾かないとみたいにやっぱり頭で考えて弾く人って結構多いんですけれども、はい、そうではなくて本当にこうぼーっとした状態で何にも考えない弾いてるというか、なかなかそうなれないんですけど、そうなった時が一番その無我の境地といって、はい、その私利私欲を捨てて、はい、ハープの音の響きが本当に綺麗に響くんですよね、うん、空間に広がると言いますか、はい、で自分はね それをこう音のシャボン玉みたいなのを見てるだけというか、はい、なんかちょっとスピリチュアルで怪しい人に聞こえるかもしれないんですけども、でも結構やっぱり他のジャンルの方でもアーティストさんとか、はい、スポーツ選手でもこのゾーンに入るっていう言い方をするんですけども、はいはい、やっぱりそのうまくいく時とかっていうのはものすごく集中している時は逆に何も考えてない時っていうか、はい、雑念がない時なんですよね。でもなんかそれですよね、うん、その時のがなんかリラックスしてうまくいくんですよね、はいはい、そういう時になんか自分の持ってるスキルだったりとか技術がこう高まってる瞬間って、うんうん、なんか私はなんかこうそういうのを感じることがあって、うんうん、まあ、こういう何かこう物事をやっている時にやっぱりの感覚が研ぎ澄まされた時にその無我の境地に、うんうん、そうですね、立って、はいはい、なのでウエストハウスさんの家具を買う前に実は私はカウンセリングの先生にそのワークをやってもらいまして、もうあのこれで本当にあの私の心が喜ぶものですか、はい、みたいに、はい、こう聞くワークがあるんですよ、はい、あのカウンセラー先生が答えるんじゃなくて私自身が私の声を聞くっていうワークがあるんですね、はい、うん、でそれ大丈夫って出まして、まあ、そうはい、それで違うって出たものはウエストハウスさんの中でもあこっちじゃなくてこっちのカラーに変えてくださいとか、はい、こっちのデザインに変えてくださいとか、はい、この寸法に変えてくださいみたいに修正してお願いしたと思います、はい、あ、そうなんですね、はい、まあ、そうやっぱそういう違和感を感じる時って最初の、はい、ね、まあ、やっぱりそれ最後の最後まで、はい、途中でもうそれをまあいいかなと思っても、はい、最後の最後にやっぱ出るんですよ、ね、出るんですよ、本当おっしゃった通り、はい、違和感なんですよね、はい、だから心の答えで決めた時って違和感がないんですよね、はいはい、で買った後も後悔がないんです。やっぱり思考が入ってきちゃうと、うんうん、はい、
やっぱり後から後悔とかこうしてみる方ってありますよね。なんかやっぱりその届いて実際暮らしてみるとなんとなく違和感がある、はいはい、で悪くはないんですよね、はい、悪くはないし人からも褒められたりするんだけどなんか違和感があるときはやっぱり自分の心が、はい、なんかちょっと私のなんか望んでるもの違う、はい、って言ってる時なんですよね、はい、魂の、あの声に沿って、はい、あの行った決断、はい、そうですね、そうですね。なので本当に私はウエストハウスさんの家具に囲まれて、はいはい、すごく毎日幸せで、すごく私はウエストハウスさんの家具に囲まれて幸せで、はい、なんか本当に違和感がない自分の好きな空間でお仕事ができるっていうことが、はい、すごくね、今までと違うというかね、毎日が何も特別にすごいことがなくて誰にも会わなくても、はいはい、ステイホームが楽しいっていうんですかね。うん、私もね、SNS インスタグラムでこう、はい、もう毎回のようにこう打ち出してるそこう心豊かな毎日っていうことですよね。なかなかこう目に見えないものの話っていうのは、はい、ね、うさんくさいとかって思う人もいるのでなかなか難しいんですけれども、はい、でもなんかこう心理学っていうのはあれですよね、すごくこう、はい、知識と言いますかね、はい、こういうふうにこうやると生き方がこう変わるよっていうのですごく世の中の見方がなんて言うんですかね、客観的に見れるようになるというかね、はい、自分の感情任せじゃなくて、はい、すごく視野が広がるっていうのが面白くて、はい、何かこう悩みがあったり病気があるからカウンセリングを受けに行くんじゃなくて、はい、なんか心のレッスンというか、はい、なんか楽器を習うのと一緒で月1回私は、はい、心の稽古でカウンセリングを受けてるんですけれども、はい、なんかそのね、すごくそういうのがなんか日本でもっと広まるといいなと思っていて、そうですよね、はい、本当に自分らしく生きるとはなんかどういうことかっていうことの学びというんですかね、はいはい、起業家の皆さんとか、うん、女性起業家の方とかってすごいそのエネルギーとか波動とかをこうすごく気に意識されて毎日過ごしていらっしゃる方が結構多くいらっしゃるな、特に当社のお客様は、はい、そういう方が多いなっていう印象を受けていて、はい、高い人からが作ったものとかサービスを受けた方が絶対にそのサービスを受けたお客様自体もやっぱりこの高い波動とか、ね、自分の例えばですね、パワースポットに行くとかこういう、ね、エネルギーのある場所に行くと自分がこう元気になれるとか、それと同じでやっぱり物にもそういう作り手ですとかサービスを提供する側の人 の, そのエネルギーというのがあると思うので、やっぱりそういうものを受けたいなって自分ならそう思うので、そうですね、本当になんか心を込めて丁寧に作られたものっていうのはやっぱ受け取った時に波動が高いんですよね、すごくね、はいはい、雑に作ったものと全然違いますよね、はい、うん、なのでやっぱりそこにはね、エネルギーもやっぱね、愛だったりとか、うん、やっぱりこの食べ物でも、うん、この食べ物とか、はい、作られた食品にも、はい、やっぱ愛があるかないかとか、はい、やっぱりこの食べ物にもこう高い波動があるとか、分かります。私も料理とかも、はい、自分は料理できないんですけども、やっぱり食べた時に、はい、そのこのお野菜を作った農家の人とかは、はい、すっごいきっと大事に育てたろうなって思う野菜と、はいはい、なんかすごいこう、まあね、仕事だからしょうがないっていう感じで多分作ったものっていうのにね、はい、違うんですよね、はい、味が違うというよりはこのなんていうの、エネルギーが違うんですよね、はい、食べた時に、はいはい、それがすごく思います。体の中に入った時の自分のなんかこう生きるエネルギーに変換される、はい、力が違うというか、はい、うん、すごく面白いですよね。昨今ですね、その働き方ですとか、その人々の生活様式っていうのがこう大きな変化が起こっていると思うんですけれども、まあ、本当に何て言いましょう、ライフワークのバランスっていうものもすごい変化していると思うんですが、最近こうスピリチュアルな世界ではもう2020年です、去年の12月ぐらいから風の時代にこう変わってきていて、目に見えないものの美しさとか、うん、あとはその心豊かさとか、うん、そういうことに、あとはそのよく SNS などを通してこう人と人がこう価値観を共有したような、うん、できる人々同士がこう手を取り合ってこう、うん、なんだろう、今 の, 私たちのインテリアに対しても、いわゆるその物をこう家具を買うということではなくて、うん、この家具を使うことによってどんな
あの生活、どんな毎日こう美しいインテリアに囲まれてワクワクする毎日が過ごせるんだろうっていうことに価値を置いてこうお金を出すっていう人たちもいると思うんですけれども、うんうん、そこってこう私が思うこと としては、その今の宮城さんのこのハープを、の演奏っていうのも、ただこうハープを弾くっていうことではなくて、こう人がこうこのハープの音色を聞くことによって毎日がこう幸せに心豊かに暮らすための一つのツールという意味合いがあるんじゃないかなと思うんですけれども、まさにおっしゃられる通りで、はい、やっぱりうちの生徒さんたちは、はい、プロになりたい人ももちろんいるんですけれども、はい、趣味で楽しみたいっていう方も多くてですね、はい、結構やっぱり40代50代60代の方多いんですね。あ、そうなんですか。はい、やっぱり子育てとかお仕事が一段落してやっとこう自分のためにお金とか時間を使えるようになって、うん、心を癒したいなって思えるちょっと余裕が出てくる年齢といいますかね、はい、なので、まあ、こういう小型のハーブですとね、20代の方とかもねいるんですけれども、まあ、そういうちょっとそう癒したいってなった時にあんまりその指の技術習得だけに終わらず、はい、やっぱりそのハープというツールを通して自分のこう豊かな生き方というのは何かということにこう自分の心に気づいてもらうというんですかね、それをやっぱりこうお教室の最終ゴールにしていて、で結構そういうふうに心理学と音楽を合わせた指導をし始めてからハープ教室に来て人生が変わりましたっていうすっごく感謝のお手紙を皆さんにもいただくようになったんですね。すごいですね、はい、でレッスン中に結構涙を流して泣かれる方もいるんです、はい、うん、なのでやっぱりそういうなんていうんですかね、心で奏でるというんですかね、指で奏でるだけじゃなくて、うん、はい、やっぱりその心を使って表現していく時に自分の心とはっていうところに必ず向き合わないと表現したいことがわからないので、ただ楽譜を正確に弾くんじゃなくてやっぱりその心と向き合うっていうレッスンをやっぱりしていきたいなっていうのがありまして、なのでやっぱりウェストハウスさんの家具もさっきおっしゃられましたようにこうフランス語ではこうアール・ド・ビーブルっていう言葉があって、アール・ド・ビーブル、はい、生活芸術っていうふうに日本語では訳されるんですけども、その生活っていうのは実用的な家具、はい、で芸術っていうのは役に立たないけど美しいものっていう風にやっぱり土の時代というのはこう二極化して考えてたようなところがあると思うんですけども、はいはい、おっしゃられたように風の時代っていうのは、はい、その生活とアートが一緒であって、はい、そしてそれを自分一人で所有してどうだっていう風に自慢するのではなくて、はい、そのたくさんの人とその生活芸術をシェアするっていう、はい、本当にもう愛から We っていう、はい、あ、そうですそうですね、そうですね、みんなでそれをこう共感し、はい、私がじゃなくて私たちはっていうシェアがよりその人生を豊かにしていく、うんうん、それがやっぱりその悟りの丸窓っていうのと一緒で水の波紋がこう広がっていくような、はい、その縁になるんですよね、はい、だから結構やっぱり若い時は私もその人にあげてしまったら自分は損するっていうふうに思ってしまった、はい、そのエゴがこう強い時のも、はい、時代もあったんですよ、はい、うん、なんですけどもその心理学を学んでから結局分かっちゃうっていうのは縁なので、人にあげる、まあ、なくなるではなくて、はい、なくならないんですよね、うん、循環してるんですね。分かっちゃえば分かっちゃうほど、はいはい、向こうから返ってくるものもあるので、はいはい、その見返りを求めてやってるわけではないので、例えば A さんに分かっちゃったから A さんから返ってくるわけではないんですよ、はい、うん、縁なので、はい、A さん B さん C さんみんなにしていて、はい、なんか突然 D さん E さんとか、はい、違うところから返ってくるところもありますし、はい、例えば私は杉山さんとこのような対談の企画があるなんてまさか夢にも思わずに、私もですね、本当にそんなお会いも、ね、しないで家具を買ったんですね、はい、ウェストハウスさんの家具を純粋にいいなと思いまして、はい、それがご納品に来てくださった時に、はい、このやっぱり心理学の話で意気投合しまして、はい、このような企画が生まれて、はい、そしてまたそれを見てくださる視聴者の方が何かこうね共感して、はい、何かつながるというんですかね、はい、やっぱりその面白いと思います、そのこう一人じゃないものが
なんか流れに委ねると言いますか。そうですね、はい、もう本当に今回のこの対談っていうのは本当にこの流れというか、はい、こう本当気づいたらこういう機会をこう、うんうん、ね、本当に貴重な機会をいただいてすごい声をかけていただいて、はい、嬉しかったんですけれども、はい、やはりその見返りのないところから、はい、何かこうね、あのシェアしていると、はい、こう大きいご縁につながっていくっていうか、はい、それが本当にその生活芸術というか、はい、うん、あの豊かになる、心が豊かになるということかですかねと思います。そうですね、はい、本当にこうインテリアもあの、はい、音楽も本当にこのお金という価値にとらわれず、あの人がこう幸せになるため の、 あの一つのツールとして、はい、豊かになっていければ本当に、ね、こう世の中自体も本当にこう、はい、いい、そうですね、より良い世の中になっていくんじゃないかなという気もします、はい、特別オーダーした、はい、あのグランドハープが、はい、あのお手あの届いたということをお聞きしまして、はい、はいはい、そうですね、ぜひあの届いたばかりで、あのイタリアで1年半かけて特別に作っていただいた、はい、ホワイトの、はい、素晴らしいハープなんですけれども、はい、そちらがのペガサスハープというふうに私が呼ばせていただいているのは、はい、やはり心理学で、そのさっきあの私が所有するというふうにおっしゃられたんですけれども、はい、その勝ち負けのここ世界観で生きるのことをライオンのっていうふうに呼ばれているんですね、はい、だからまあマウントするというんですかね、はい、でそしてそのシェアするというあの、まあ、価値観というんですかね、そういうのを、まあ、シマウマノっていうふうに呼んでるんですけれども、はい、なかなかこの縦で生きてる人とこの横で生きてる人でちょっと折り合いが合わなくなるって、うん、人間関係のトラブルっていうのはだいたいそのライオン脳の人とシマウマノの人がぶつかって、はい、あの価値観の違いで起こるトラブルなんですね。例えば親がライオン脳であれば受験勉強していい学校に行っていい会社に就職しなさいとか、はい、お見合いをしてお金持ちの人と結婚しなさいみたいになりますけれども、子供がシマウマノであればその目に見えてるものに価値を置いてないので、はい、どうしてそんなことをしなければいけないんだろうとか、私は単純に好きなことをしたいとか、はい、好きな人と結婚したいとかってなって親子喧嘩が始まったりですとか、はい、まあ、会社でも上司と部下が、まあ、こういうふうに違うタイプであればそうなる、はい、なんかそのやっぱり夫婦間のトラブルもそうなんですけれども、争いが絶えないので、カウンセリングいらっしゃる方の話を聞いていて、私はその2つを合わせたペガサスっていうものを、そのライオンでもシマウマでもなくて何か羽が生えたもので天空から俯瞰してその両者を見れるような、そういった脳がないのかなと思って研究していまして、でやはりそのあれですね、その高次元ってさっきね杉山さんもおっしゃったんですけども、はい、ハイヤーセルフっていうのが心理学にありまして、はいはい、やはり高次元の俯瞰といって、はい、その自分だけのことを考えないで、まあ、本当に地球全体とか、はい、あの自然界とかも周りの人みんなのことを見る、はい、ただそのなかなか地上で見てると目の前の人しか見えないので、はい、天空から俯瞰して見るような感じだけど、あのマウントしてるわけじゃないので、私はすごくてあなたたちは下って言ってるんじゃなくて、まあ、そのみんなに幸せになってほしいってい う、 こう愛を送るというんですかね、うん、そういうやっぱりあの状態っていうのが心理学では悟りの境地というか、はい、いい状態っていうふうに言われているんですね、はい、でそれを結構いつもはね神様ではないのでできないんですけれども、はい、やっぱりちょっとそのできるようになってきてからお教室で全くトラブルがなくなりまして、もう生徒さんみんなが本当にもう感謝してくれて、はい、私もみんな生徒さん一人一人がすごく大好きって、もうね、あの本当にビジネスに関係なくもう友達みたいに、はい、もう本音を言って教室を運営するようになってから、はい、もう生徒さんからみんなが感謝してくださって、はい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 、私も生徒さん一人一人がみんながもう大好きで、こうすごく教室のトラブルがもう全くなくなって、はい、すごく平和になって、はい、もうとてもいい関係を作れるようになったんですね、はい、なのであの、まあ、コンクール引きとセラピー引きっていうのをやっぱり合わせたペガサス引きっていう奏法を開発しまして、はいはい、それをこうイメージしたハープっていうのがペガサスハープになります。あ、それはもう本当にこの後、はい、あのこちらもすごく拝見するのが楽しみですね、はいはい、ありがとうございます、はい。